ガオちゃんの西成チャンネル。夏です。暑いです。今日も熱中症とかも警戒しなあかんような天気でございますけども、今日はね、毎月恒例、吉本漫才劇場で、にごりというね、ライブがありまして、まあ、なんやかんや過ごして、夜本番、まあ、配信、無観客で配信のみなんですけども、まあ、皆様のハートに届きますように、あれしたいと思います。お笑いハートに、あれしたいと思います。まあ、ちょっと、あれしたいと思います。西成チャンネルあ今回複雑なネタなんで、もう結構昨日前ぐらいにしっかり仕上げてたんで、ある程度はいけてるんですけども。やっと夏が来たなぁ。夏は開放的でほんまに夏大好きや。あんなとこにタヌキがおる。俺タヌキ大好きやね。まあこんな感じで、時間が来たら、出発したいと思います。西成チャンネルということで、向かいたいと思います。もうちょっとね、セットアップでかましたいと思います。おしゃれしていかなあかんないで。これ涼しくていいですわ。では、行ってきたいと思います。昼、リハーサルだけあって、夜なんで一回帰ってきて、なやかんやしますけど、とりあえず昼一旦行ってきます。西成チャンネルナンバー、日本橋にある松屋食堂さん、よく行ってかしてもらってるところに、昼飯を食べたいと思いまーす。豚骨ラーメンね。豚骨ラーメン。食べます。裏メニューのね。豚骨ラーメン。豚骨ラーメン初めて。うん。しんべヱさんがいつも食べる。美味しい。嘘やな。チャーハン。ガツンときてうまいな、うん、癖なるね。ごちそうさまでした。西成チャンネル。ナンバーの方到着しました。夏のナンバー気持ち高まるね。なかなかの夏具合でございます。わしほんま夏が好きや。夏と美味しいカルボナーラがほんまに好きなんや。まあまあ向かいたいと思います。西成チャンネル。劇場到着しました。あとね、名優の浜潤くん。あ、浜潤誰が浜潤くん。浜優くんがほんまにオリンピックの成果ね、ついに始まりまして、もうすぐ俺らの日が東京にも届いてんねんな、はい、そうですよ。そう思ったら今東京のどっか走ってるわけでしょ今。そうそう、だからラストのランナー誰やねんみたいな予想すらある感じやもんな。あれって発表されてないんですか。なんか今正確も分からんけど、なんかそんなんもあったね。うわ誰やろう。確かにめっちゃ気になりますね。まあまあちょっとこれから浜田君ラジオということで、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ではではまた会いましょう。お願いします。またドライブ行きましょう。あ、ぜひお願いします。ありがとうございます。隣人中村。ヤングニコリコンダンで。はい。代表は。今度西成チャンネルライブをね、一緒に。あ、お願いします。あ、ありがとうございます。シモさんも来ました。シモさん。すいません、この前あ、この間20席をされだし、楽しかったです。ボスが来た。ボスが来た。知らん服着てるやん。知らん服着てる。わかんの。ちゃんと監査通さない。いや、何着る服俺絶対審査通さなかった。靴も真っ白ですね。ほんまや。まあまあ、一応やらせて。ナイキ。めっちゃおしゃれだってます。エアフォース。いや、ちょっとあれせな。山プロ君が逆に怒るんで。服装あれすぎたら。えらいやん。褒めてくれた。綺麗にして。まあまあ、よろしくお願いします。お願いします。ネズミ色のスウェット二度高くない。いやいや、まあそれいつまで言うねん。石成チャンネル。ちょっとね、リハ終わりましたけど、今日ちょっとね、ややこしいネタで30分ぐらいやりました。ちょっと一旦本番帰って、ちょっと2時間あるんで本家帰って何やかんやあれしてまた気持ち高めたいと思います。ちょっとリハ終わりまして、いやだいぶ3時間ぐらいやられてませんでしたね。え、まあまあまあ、ラテの倍ぐらいやったら、ラテが1時間半やってたから。いや僕ら3分で終わりました。ちょっと時間あるんで、はい、いい感じで楽しいですね、はい、どっか行かれるんですか。もう一旦帰ろうかな。あ、一旦、はい、ちょっと暑いんで気をつけて、うん、ラテも、はい、ラテの方が気をつけた方がいいよ。はい。僕は今、何が家系ラーメンかっていう動画見てるんで、今。はい。大丈夫。よろしくお願いします。お願いします。西成チャンネル。今、リハーサルと終わりまして、きっかけの、ちょっと複雑なネタで、とね、スタッフさんに助けてもらって、いっぱいリハやらせてもらって、ほんまね、バシッと決めたいなっていうのがあるんで、まあ僕的にはね、結構おもろいと思うんですけども、やってみないとわからない部分もあるんで、非常に緊張感はございます。ちょっとね、気持ち高めたいの。西成チャンネル。めちゃくちゃ暑いですけども、ちょっと西成に帰ってきて、西成の日の出さんで一瞬汗落としたいと思います。でついでにね、ついでにというか、僕結構サウナの中でこう一人で集中できるんで、ちょっとねネタが今日複雑で結構あれなんで、しっかり頭の中で整理もしたいなっていうね。でここで風呂入って家でちょっとね、交互10分ぐらいね昼寝して、また出動できたらいいなと思って、ちょっとここでね気持ち高めて集中力高めて、ネタも整理したいなと思っております。西成チャンネル。
気持ちいい、めちゃくちゃすっきりしまして、脱衣所がね冷房効いてて涼しくて、でサウナと交代浴で、温冷浴もかまして、その間頭の中でねネタを全部整理して、かなり状態いいです。天気帰りたいと思います。気持ちいい、マジでアドレナリンやばいです。石成チャンネル風呂上がり、スイカバー、スイカバーで、スイカバー食べながら、CC レモンも食べたいと思います。まあ飲むって言ってもいいんですけどもね、食べてるっちゃ食べてるんで CC レモンも。まあどっちでもいいかなっていうので。あ、うめえ。ああ、結構、黄色と赤がこれ合うね。色的にもいいね。夏だね。だってほんま最高。夏好き。はあ、まあこれ食べて、これ食べて、ゆっくりしたいと思います。ちょっとこびるねできたらいいなって思ってます。お昼寝ちゃんですね。もう4時50分なんで。ほんま1時間19分。1時間19分寝たら思ってます。これはちょっと、これで頭すっきりしてね、本番のパフォーマンスより高まると考えたら、これも仕事。この1時間19分のこの睡眠も仕事と捉えてます。ではちょっと昇天したいと思いますので、またお会いしましょう。石成チャンネルー、あーよいしょ。では6時17分で。1時間19分寝るつもりだったんですけど、1時間。17分でなんとか起床することできましたんで、まぁ、ちょっとね準備して、また劇場の方を向かいたいと思います。まだ明るいね、やっぱり夏はこれがいいよ。夏が、夜が結構短くて昼が長いから、夏が好きなのはそれもあるよ。石成チャンネル、難波の方到着しました。ちょっとねお腹の減りそんなそこまでなんですけども、ここから10時半まで、飯食われんと思ったらちょっと怖いんで、軽くマクドだけ入れとくことにしました。ちょっと持ち帰りで後でサクッと食べたいと思います。これはね、結果的にこうそうすると思うんですよ。まあ、さっき豚骨ラーメン食ってるやんけって言われるかもしれないんですけども、今の9時なんですけど、10時半で腹ペコペコでね、何もできん状態になったらね、夜遅くにご飯食べることになっても良くないんで、これはまあ言い訳じゃないんですけども、それはまあこうそうすると思うんで許してください。向かいたいと思います。石成チャンネル、田村くんと、はい、プロくん絶対カットするやろ今。今日は山下ギャンブルゴリラくんも一緒です。よろしくお願いします。お願いします。ちょいちょいね風呂で会いますからね。家の風呂、家の風呂でまったり排水口つながってるやろそれ。あ、リュウジ、お願いします。お願いします。キングオブコント真っ最中で、はい、頑張ります。頑張ってください。まあまあまあ、さあもうすぐライブでございますので、ちょっとねネタ合わせとかして、高めたいと思います。おはようございます。おはようございます。あれ写真は持てる。まあまあまあ、ちょっとね、よろしくお願いします。さあ、着替えも完了しまして、近藤の橋崎です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近会ってないですか。割り渋になってますね。はい、まあまあまあ、今日何時間練習したんですか。4時間はやったから。やったな、やりすぎや。きっかけ多いんで、よろしくお願いします。お願いします。石成チャンネル、おはようございます。もう待ってですか。あ、もうちょっと待って。あ、これありがとうございました。ありがとう。最高のシールいただきました。ありがとうございます。最高でした。ありがとうございました。濁り終わりでね。濁り終わりで今日も狂ってましたね。いやいや、まあまあ修行の場ですわ。あ、このライブが、ここを中心に俺は、まあまあまあ、でした。ありがとうございます。またよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ペアも、ガオさんの、コーナーも、お顔も面白くて、やらせてもらいました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。した最高でした。最高でしたね。ガオニャの新ネタですか。いや、新ネタですけど、まあちょっとね改善点とかも結構あるんで。いや、まあまあまあ、改善する必要ないでしょあれ。いや、改善ありますよ。いやいやいや、あれでいきましょう。いや、ビスブラも最高です。あ、ありがとうございます。まあ、最近ねここでよく会うんで。そうですね。ここでとかね、また西成チャンネルライブもよろしくお願いします。あれ楽しみですね。はい、金ちゃん好きです。またお願いします。ここは石成チャンネル、ニューライブ終わりまして、はい、その終わりにちょっと新芽さんと西成チャンネルライブの、そうです、ちょっとね打ち合わせじゃないですけど、今回はちょっとさらに盛り上がりそうやね。ああ、そうですね。ちなみにこれの動画1ヶ月後なんで、終わってからなるやから、ちょっと告知っぽくはならないと思う。告知っぽくならへんけど、はい、今回は打ち合わせ今終わって、はい、西成チャンネルクイズを初めて、ああそうですね、やってみるから、これがどうなってるのか、そうですね、楽しみやね。楽しみですね。クイズ考えてるだけでも面白かったちょっと動画チェックしてね、はいはい、自転車で来たんですけども、駐輪場がもう閉まってる時間になってしまったんで、行っちゃいましたね、はい、ちょっとまさかのしんべさんが送ってくれるということで、はい、車やったんで、はい、ありがとうございます。送っていきます。すいません。はい、今日は盛り上がった。今日は、はい、盛り上がりましたね。みんながなんか今日ネタがめっちゃおもろかったって言ってたよ、真央ちゃん。あ、ほんますか。まあ、ちょっと改善点もあるんですけど、ここ多かったなとかいろいろあるんですけど、大評判で、いやいやいや、噂ではなんか9分ネタやったってNGK とか狙ってる感じ。いやいや、ちょっとわがままやらせてもらいまして一つ目がね、またオーナーでもネタでも暴れて、みんなまあ面白かったです。いいですね、すごいです。いいメンバーでやってもな、はい、しんべえさん、また西成チャンネルライブ等
はい、よろしくお願いします。楽しみにします。ありがとうございました。お疲れ様でした。助かりました。助かりました。西成チャンネルよろしく。はい、すいません。ありがとうございました。西成チャンネル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 。体がネチャネチャなんで、ここはね、夜1時まで空いてるナショナル温泉というところでサクッと汗流して、ここはね、スチーム温泉が、スチームサウナがあるとこなんで。西成チャンネル。さあ最後ね、はい、こうネタで今日ね出演してくれたね、このタヌキ、これがタヌキなんですけども、まあ大活躍というかね、ちょっと耳取れてますけども、はい、まあまあまあ、ちょっとねせっかくなんでタヌキとも今日は寝ようかなと思って、寝たいと思います。まあね、タヌキを使ったネタで今日は活躍してくれました。まあまあ夏といえばタヌキなんてね、言う人もおったりおらんかったりするんですけども、今日は活躍してくれたということで、はい、もうぐっすり8時間19分ぐらいは寝たろうかな、そんなことも思ったりしながら、寝ようと思います。すいませんでは、お疲れ様でした。おやすみなさいませ。じゃあ来月もまたね、濁り今月ってなるんですかね、動画の上がる頃には、はい、ぜひ、今月も面白いと思うのでぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。おやすみなさいませ。西成、西成、西成チャンネル。